んにちは、台湾観光親善大使目指すマンです。久しぶりに一杯やろうかとカルディで買ってきましたよ。いいですね。宴の準備をします。グリーンピースは思っていたよりも量が多いです。では乾杯です。お酒の方はビール風味の発泡酒をベースにして、そこにうっすらピーチの味と香りが加わった感じです。甘さが強いやつなのかなと勝手に思っていたのですが、まあまあお酒感がありますね。豆の方は歯ごたえがある食感です。適度な塩味で豆の味をちゃんと感じられて美味しいです。そこに辛さが加わっています。それによってお酒が進むんだろうなと想像していたわけですが、予想通りでした。今回はお酒を一缶しか用意してなかったので、豆とペースを合わせて消化しましたが、もっとお酒があったら少なくとももう一缶はいってましたね。この豆はお酒を進ませる悪魔的おつまみかもしれません。といったところで、この動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。